鎌倉「賃の寝室の戸」は破れていたがその他は寝台も西洋ガヤも洗面台もそれから明るい伝統の光もことごとく一瞬間前以前と同じであった震災は部屋の隅に佇んだまま寝台の前にし重なった 二人の姿を眺めていたその一人は房子であった。というよりもむしろさっきまでは房子だったものであった。その眼中紫に腫れ上がったものは半ば舌を履いたまま。 薄めに天井を見つめていたもう一人は鎮西であった部屋の隅にいる鎮西と寸分も変わらない鎮西であったこれは房子だったものに重なりながら常も見えないほど 相手の喉に自分の指をうずめていた。そうしてそのあらわな乳房さの上に生死ともわからない頭を持たせていた。何分かの沈黙が過ぎた後、床の上の鎮西は まだ苦しそうにあえぎながらおもむろに太った体を起こした。が、やっと体を起こしたと思うと、すぐまたそばにある椅子の上へ倒れるようにして腰を下ろしてしまった。その時、 部屋の隅にいる鎮西は静かに窓際を離れながら房子だった者の,のそばに歩み寄ったそうしてその紫に腫れ上がった顔へ限りなく悲しそうな目を落とした 椅子の上の鎮災は彼以外の存在に気がつくが早いか気違いのように椅子から立ち上がった彼の顔にはしばしった顔の中には目の中には凄まじい殺意がひらめいていたが相手の姿を一目見るとその殺意はみるみるうちに 言いようのない恐怖へ変わっていった誰だお前は彼は椅子の上に立ちすくんだまま息の詰まりそうな声を出したさっき 木松林の中を歩いていたのも裏門からそっと忍び込んだのもこの窓際に立って外を見たいたものも俺の妻をふさこ彼の言葉は一度途絶えてからまた荒々しいしわがれ声になった。 お前だろう誰だお前は <laughs> もう一人の鎮西はしかし何とも答えなかった。その代わりに目を上げて悲しそうに相手の鎮西を眺めた。すると椅子の前の鎮西はその視線に椅子くまされたように 不気味なほど大きな目をしながらだんだん壁際の方へすさり始めたがその間も彼の唇は誰だお前はを繰り返すように時々声もなく動いていたそのうちにもう一人の鎮西は ふさこだったもののそばにひざまずくとそっとその細い首へ手を回したそれからあごに残っている無残な指の跡に唇を当てた明るい伝統の光に満ちた墓穴よりも 静かな寝室の中にはやがてかすかな鳴き声が途切れ途切れに聞こえ出した見るとここにいる二人の鎮西は壁際に立った鎮西も床にひざまずいた鎮西のように両手に 顔を埋めながら。